ヘイヨーケンツメシです。今日もネクラやっていくんですけど、今日はですねこちらのまあ人技デッキを使ってって感じなんですけど、リプレイ解説ですね。昨日、6817まで、まあ今6817なんですけども、6877までトロフィーが上がりまして、生放送中に上がりましたと。で、無言でね途中からやる感じだったんですよ。昨日まあイベントがあって夜遅くになってしまって、松旅っていう10秒デッキプレイヤーの、ね、家で生放送させてもらったんですけど、まあ家が近いっていうのが一つと、ネット環境がめちゃめちゃいいんで、まあそこ借りてやらせていただいてるんですけど、まあ松旅は明日朝早いといったところでね、夜遅かったので、まあ無音でやらせていただきました。やっぱね、無音になると結構プレイのキレが上がったのかなって感じがして、そのねリプレイをいくつか紹介していこうかなと思います。まあまずわかりやすいようにこのデッキからね出していきましょう。相性はもちろんいいんですが、にしても割といいプレイができたので、それをね解説していこうかなと思います。まあいわゆるプロの本気、剣詰め師のまあ絶好調の時のプレイっていうのを見していこうかなと思います。まあとはいえなんだろうな、その安定してね、もちろん強さ出せるといいなってのはもちろんあるんですけども、さあまずはユーノ出して、マジアチャ出して、デッキはなんだろうなと。相手ウッドでバルーンあるのがまあ珍しいですよね。で、このトルネ打たれた時に、まあしっかりとまず延命していくことが一つですね。で、このファルチェを真ん中に寄せて、一直線に並べると。そうすることによってマジアチャが射抜いて、全て処理できると。まあこれもね、見とる分には簡単だと思うんですけど、実際にその相手のカードとかを、読んだ上でって感じですね。で、エリクサがないので、有能を差し込んで、まあ一本華麗に降りと。まあ、この時点でも割と冴えてんのかなって自分の中で思います。いつもだったら、なんだろうな、ごめん、LINE が来ちゃった。いつもだったら、なんて言うんですかね、相性がいいから勝ちはするんだけど、言うて最後ら辺みたいな。こんな最初から、一発目でね、攻撃がぶち当たるっていうのはあんまないので、まあ、それもね、良かったのかなと思って動画にしてます。で、こっからはまあ守っていくんですけど、守り方もね、まあもうバルーンであることは大体分かったので、一応ね、コウモリが入ってたんで、ここで、雪玉とロビババをしっかり使って、相手の攻め取るのを読んでの延命。こういう細かい技がやっぱりね、昨日は読みが冴えてて、こういうのね、継続できて当たり前のようにできると、まあいいなぁと僕自身も、思いました。で、ナイト出てきて、ランバージャック出しつつ、はい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 。まあ、ジャッチャで、まずコウモリを掃除していきます。で、一応、インドラはこのファルチ側に咲いて、ラムライダーは防衛に使っていくって感じですね。しっかりとユーノで処理しつつ、で、これバルーン来ると分かったんで、後ろにまず下げて、ターゲットをバルーンに、寄らせてからバルーンから処理、そしてまとまったところで雪玉を打ってまあ処理ですね。そしてカウンターの形ができていきます。で、ここでどうせランバー切るとファルチェしかいないので、ここのファルチェをしっかりと読んであげる先出しアイゴレ、はい、そこで延命してあげてからの、あとはもうフィナーレですね。ユニットを追加してあげて、まあダメージ入れといて、ジジと。まあかなり綺麗な立ち回りができてて、まあ良かったのかなって感じがします。こんな感じのリプレイがいくつか取れたので、まあせっかくなので紹介していこうかなと思います。ただね、相性いいのにもね、負けちゃったりしてるんで、難しいところではあるんですけど、どうしようかな。続いてのリプレイは、まあペッカにね、結構勝ったので、ペッカの、立ち回りをね、見せていこうかなと思います。まあこれは、相手の立ち回りが単調だったので、すごくやりやすかったかなっていう感じです。ペッカ相手も2種類あって、立ち回りが。これ相手ガゴ型なんですけど、これ初手ペッカ、マジかよと思って、それはって感じでしたね。ね、はい。インドラ出して、まあ基本エレキが、後ろについてくるので、エレキを警戒しとく感じですね。ただエレキない時に初手ペッカしてきたから、これは美味しかったなっていうイメージですね。ただエレキ回してきて、ただこのマジアチャが数発入ったことによってエレキをまず処理。
で、このインドラが残ったんでカウンターしようかなと思ったけど、ザップ切ってきたので、ここで、まあ、ユニットを出すと。で、俺確かユーノは出してないんだよね。ここユーノまで出せるとよかったなっていう。出せるの分かってたんです。出したらいいの分かってたんですけど、ユーノってこれ突進して、ユーノ同士だと、こんな感じで、突進し合ってダメージがね、あんま入んない時もあるんですよ。なので、それを、まあ一応考えた時に、ユーノ延命が、あ、BGM 変わっちゃった。ユーノ延命が、まあ難しかったかなって感じですね。で、まあ、イゴリとかでまず受けていきます。で、この相手、そのペッカーと2つ立ち回りがあるって言ったんですけど、ケツペッカー出してから、逆サイド防衛してカウンターする形と、ケツ工場を、端前ペッカーでガンガンプレッシャーをかけてくる形があるんですよ。で、ケツ工場端前ペッカーだと、例えばこっちがインフェルノドラゴンとか、アイスゴリラも切ると、その、正面から受けれるユニットがいないんで、ぶっ刺さるって感じですね。で、ここペッカーですね、エリクサーってことを知ってたので、有能を追加してあげて、処理ですね。で、ここはロリババ出してあげて、ゴーストを、まあ、処理していくと。まあ、これね、もうちょっとロリババ左に出してマチャチャが縛れたら、もっと良かったのかなっていう反省も踏まえてます。で、まあ、ダメアドが取れてるって感じですね。で、こういう相手の手札になると、これケツペッカーしてから後ろに工場をつけてくるっていう、パターンがね、出てきます。その一番嫌なのが、ケツペッカーして、エレキとかから入ってくると美味しいですね。美味しいですね、じゃなくて、きついですね。こうすると絶対手エレキ出すんで、まあ、エレキ出てくるので、こちらもマチャチャを出しやすいと。さあ、数発、一発でもマチャチャが当たればね、飛ばしやすいです。ただ飛んでないんですよね。守ってあげつつ、この U のまま、まあまあいいでしょう。ペッカを処理してくれて、まあ後ろから受けですね。まあ怖いっちゃ怖いね、これ本当に。ラムを後ろから出すしかないサイクルなんですよ、これ。ランバジェクとか出しても無駄なんで、今。で、これ処理してあげて、はいはいはい。まあ、とりあえずインドラがペッカを処理してくれれば、どうとでもなるんで。はい、この言うのはね、入ってしまうのは仕方ないですね。で、ここら辺も深追いせずに、言うのだけで流してあげつつ、ランバージャック出してあげて、まあ、ペッカが出てくると。で、ここで、そのマジアチャーでペッカを射抜くとかは、まあ、危険なんでやめた方がいいですね。エレキもいるし、カウンター、ダメージ許容されてカウンターされるだけでしんどいんで。はい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 。この位置のね、マジアチャー強いですね。言うのが届かないんで。で、ラムライダーが入りつつ、エレキ飛ばしつつ、インドラが守ると。これがね、攻めつつ守る形。で、ここでもうアド取れてるの分かってるんで、突っ込みですね、ここは。はい。で、もう一回でもこの3コース出した瞬間、相手が重力じゃないことは分かってるんで、あ、ペッカ出せないですね、あなたって感じで、はい、ここで追加していきます。で、相手がもう止めるユニットないので、雪玉飛ばして、GG ですね。だからここら辺もなんか結構ユニット追加のタイミングとかが終盤良くて、まあ見事ね、相手のペッカを打ち取ることに成功したって感じです。もう一個あって、こちら側のあれも見ていきましょう。イヴァン。イヴァンって方の方を見ていきましょう。まずは、次もアジアチェですね。今日ね、生放送多分すると思います。はい。生放送すると思いますね。はい。早めから、はい、しようかなって考えてます。まず、ユーノ出して、まあ、ここら辺でも大体、ペッカかなーって感じですね。まあ、ジアチャ出しつつ、延命してきますねと。で、これね、エレキが後ろに来たら、まあまあめんどくさくて、実は。で、これは、マジアチャーがずれちゃったんで、マジアチャーのこの角度をね、しっかりと正してあげて、はい、攻めます。で、こうだったら、割とね、チャンスですね。ラムライダーは、俺逆線出したっけな。逆線出して、で、これね、有能無視します。で、なんでかっていうと、逆線に絶対エレキとかゴーストが来るんですよね。なので、ここで、ユノを出してあげると。相手ここね、もしエレクトリザードとかで受けてたら、もうタワー折れてましたね。エレクトリザード読みのユノ追加だったんで。で、これでエリクスアドバンテージ一緒で、まあ相手のユノを無視してダメージもらったんですけど、その分、こちらがね、相手に大ダメージ与えたので、まあトントンですかね。はい。
で、相手がマジャチャ出してきて、こちらマジャチャ、まあタイミング被ると。まあエリクサーアドバンテージが一緒ですね。まあこうやってユニットが大体ポンって被るときは、エリクサーが一緒なんで、まあエリアードとか関係しなくていいかなって。で、これ俺ペッカさ、逆来ると思ったんですよ。逆側来ると思って読んだんですけど、ちょっとダメでしたね。で、雪玉へ飛ばしてあげつつ、ここはね、ちょっと微妙な感じ。これ確かあれか。やりかしですか。あ、ごめん。なんか、プロの本気とか言っといて、やってるっすわ。まあ、でも、昨日生放送でも言ってたのが、ここでまあ、ミスしてダメージ入っちゃったんですけど、まあ、それ以上に相手のダメージを取ってたんで、まあ、試合が振り出しに戻っただけであって、まあ、別にそんなに終わったほどではないですね。ただ、ちょっと今のはダメでしたね。そのね、ペッカとマジアチャの、なんかその相手のペッカの位置を読んであげて、アイゴルとかで先にターゲットを取っとくと、マジアチャのね、そのいい感じになるんですよ。いい感じにターゲットが取れて、いけるかなと思ったんですよね。で、相性は良くはないんで、まあ読まないともう勝てねえかなと思って突っ込んだんですけど、まあそれを読み外してしまったって感じですよね。もったいないですね。見てくれてもいいんかな。でもマジアチャに、こっちのマジアチャ抜かれるとね、まあまあめんどくさいんでね。さあ、ロリボボ出してあげて、カウンターの形組んでいきます。で、これすると、相手、エレクトリザードを出したとしても、エレクトリザードが先行するんですよ。なんで、これをマジアチャで射抜いてあげて、インドラで処理してあげて、これ一応でも相手のマジアチャの角度を、まあ、なくしていくって感じですね。で、ここで、相手のマジアチャを処理しに行くランバージャックを出してあげて、U の読みで U の出すと。で、ここで U の来たんですけど、雪玉で、はい、ノックバックですね。で、あとは、これね、もうちょっと早くからできたらよかったんですけど、マジアチャが2本入って、CC ですね。まあ、危なかったですけど、最後ら辺の攻め、その守りからのカウンターとかの組み方は、まあまあ良かったんじゃないかなと思います。ということで、今日はね、まあ、1本目のリプレイが主に自分の中での満足するようなプレイなんですけど、ああいうプレイをね、当たり前のようにできるように、今後もね、数をこなしてね、頑張っていこうかなと思ってます。ということで、まあ、生放送もやってますし、基本毎日やってますし、動画もぼちぼち出してるので、ぜひね、チェックしてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様。